しかし、こいつ高校生だったのね。っていうか、あの子はできちゃった子供？学校に連れてきてまで面倒見てて、本当にそんなに悪いやつなのかしら。おいおい、何やってんだ？お見合いか？ビビったんじゃねえの？女王つっても所詮は女か。その程度かよ、国枝。葵姉さん。あ、赤ん坊を下ろしなさい。それじゃ本気で戦えないでしょ。おいおい、木刀って切れるもんだのか。ベルボーダーブ。だいたいこういうのは女の仕事なんじゃねえのか。ボッチャマに選ばれたのは強さの証。いいぜ。おが来いよ。このまま相手してやる。おい、尾が立つに赤ん坊を盾にするだなんて、やっぱりクズ野郎だったのね。それとも私のことなめてんのかしら。かわした。まさか今の間合いで。やるわね。でもここまでです。ええ、出るわ。新月流抜刀術錦、その名も薬火乱れ桜。おおぐっ、こだ。嘘でしょ。怖え、ヒルダかよ。全部かわしてる。どっちもすげえ。ダメだろう、校舎壊しちゃ。いや、お前の言うことじゃ。おお、そうかそうか、やっぱ気に入ったか。よしよしよし、そうだよな、女でその上強いもんな。待ってろ。なんて力。やられる。姉さん、やるんなら早く。こいつの母親になってくれませんか。でしたね、卑怯な手使いやがって。動揺させようとしてんのが見え見えなのよ。ねえ千秋、葵姉さん、あんな卑怯な手に引っかからないでくださいよ。姉さん、あいつバツイチなのかな。